普通にバービーが好き。それでは早速ゲストの方をお呼びしましょう。ゲストはぼる塾さんです。どうもぼる塾です。あ、お久しぶりです。お久しぶりです。ありがとうございます。 あれが見たいのに。あ、はい、いつものやつが見たいのに。いつものいいんですか、やってくださって。しょうがないわね。バービーバービー、そんな反り込んでたんですね、そこ横。結構ちょっと最近は、はい、疲れてきちゃって。女性にそういうこと聞くもんじゃないわよ。すいません。今日はアンリさんいらっしゃらないんですか。あの、アンリは調子づいて遅刻してんじゃないの。いや、もう座ってください、そんなね。いいんですか。はいはい。あちょっと、田辺さん、女性なのに、ね、アンリ来ないわね。ちょっと待って待って、アンリは、アンリさん、え、何これ、もう何してんの、あなた。怖い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 。遅刻はダメだよ。もう、ぼる塾さんで呼んだんですから、はい、あなたがいなかったら全然回らないのよ。ちょっと待って、これめんどくさいやつじゃない。そもそもこうお笑い芸人になろうって誘ってくれたのがはるちゃんの方なんですよ。あ、へー。そう、はるちゃんが中学生の時に誘ってくれて、やっぱ無理かなって中学生の時は言って、うん、で高校の進路決める時に会って、うん、NSC 行こうお金貯めてるって言って、うん、だから私の話を聞かずにもう断ってること覚えてなくて、でもお金貯めちゃってたんですよ。だから私もそのあと1年残ってたんで、その1年でお金貯めてこう一緒に NSC 入ったっていう。そうなんですね、意外。そう、はるちゃんのがお笑い好きなんですよね。へえ、はい。田辺さんもお笑いは好きですか。長野とか好きです。長野さんは多分田辺さん好きじゃないですよ。マネより普通にバービーが好き。ちょっともう帰らせて、本当に帰らせてください。ダメよ、帰るのはお仕事よ。芸人人生が終わりそうなんですけど。アンリさんとキリアさんは、はい、え、3時のヒロインのかなでさんと同期。あ、もうもろ同期ですよ。 NSC の東京20期生で同期ですね、はい、田辺さんは誰と。田辺さんは、2年先輩ですよね、うん、そう、だから私の同期はマイク・タイソンなの。違う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 、マイク・タイソンは私たちの2年先輩じゃないですか。違うでしょ、 NSC にも。あと若花だかな。違う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 、世代は一緒かもしれないけど年齢は。あ、じゃあもともとそのマイク・タイソンさんとかとコンビ組んだりとか。そうね、そう、ぼる塾組む前の、あともう1個、もう2個は前は、はい、マイク・タイソンとあの組もうとしたんだけど、はい、断られたんだ。そうなんですね。そうなのよ。いや、組んでたら今より売れてただろうな。そんな田辺さんは、はい、コナンがお好きということなんですけど。コナンは全部見てますし、うん、あのコナンが好きなの。あ、コナン好きだよね、はい、コナンがちっちゃくて可愛いじゃない。コナンが、コナンが好き。あ、コナンが、コナンの中でもコナンが、コナンが好き、推し、うん、あ、そうなんだ。コナンの校長思いまで焼きますよ。あ、メガネ、うん、ペレペレペレペペペペペレペレペペ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 ペあー、便利すぎない。最後のあーがもうそこじゃん。そこまで何でもいいんだから。しかももう田辺さんの姿でもメガネかけたらもう大木ボンドさんみたいになってます。大木ボンドでもいいわよ。さんは、はい、特技が料理ということなんですけど、うん、料理は得意なんですか。そうですね、やっぱ茶色いものというか煮物とか、はい、こう炒め物は得意ですね、うん。食べたことありますか、田辺さん。食べたことあるわよ。ね、あるよね、うん、田辺さんに食べさせましたよ。バカうまかったよ。違う違う、じゃあ田辺さん今食リポで飯食ってんだからそんなこと言わねえよ。うまーでー。やってんの見たことない。いや今度やった方がいいと思うよ。うまーね、うまーねーってやった方がいいと思う。私がやる、もうやる。
次からやる。田辺さんやる。やる。やる。うん、伝えといてね。伝えといてはおかしいから。田辺さん。明日の私に伝えといてね。明日の私に。明日の私に。うまーねーって絶対やった方がいいと思う。わかりました。じゃあ明日の田辺さんに伝えてください。明日言って。わかりました。田辺さんだってよくなんかデザートとかいろんなとことコラボしてね。ああ、そうそうそう。作ったりしてますけど。そうよ。最新のやつとか考えたりしてるんです。最新のやつ。待って、おじさんの席しないで。最新のデザート。デザート。そうね、デザートはあのバー。バー。うん。あのなな棒みたいなバーあるじゃないですか。うん、バー。そうアイスバーとかある。アイスバーね。アイスバー。はいはいはい、それバーのベー。うん。何？バーのベーって何？ベーみたいな。バーのベー。そうだからバーベーってこと。あバー。その新しい開発するものを言ってたってこと。そうなのよ。宣伝、うん、宣伝です。バーベーってこと。やっぱ説明しないと伝わんないよ。ベイブロックみたいなスイーツってこと。バーベー。ベイブロック。ベイブロックベイブロックって何。ベイブロックっていうかなんかコンクリートみたいな。コンクリートスイーツで。スイーツで。新しいですね。新しいのよ。新しすぎると思うけどな。本当できる範囲でいいんだけど、はい、なんかこう恋の話とかね聞いてみたいなと思って。恋バナ。そうね。そう。もう今日は女性だけだから。そう。うん、それをねあなたが言うとちょっとおかしなことになるんだけど、どういう恋愛感があるのかとか聞きたいかなと思って臨んだんだけど。何？じゃ恋バナの顔じゃないのよそれ。なんで恋バナ聞きたいじゃない。恋バナ聞きたいよね。うん、聞きたい。ね、もっとにこやかにね。それはそれでおもろいな。どんな人がタイプなんですか？いや私はもう本当無邪気な人が好きです。もう少年みたいに無邪気で、でももう本当正義感もしっかりあって、うん、一生懸命な人。うん、あら。いやそれこそなんか芸人さんとか ね無邪気ですよね。なんか今まで共演した中で一番いいなと思った人とかいるんですか？邪魔だよ。何を普通にしてるだけじゃないの。顔がさ。でも私あのカメイたちの濱家さんにもすっごいお世話になってるんですけど、うんうん、もうその芸人はあかんってあずっと言われました。そっか、はい、確かにちょっとねチャラチャラしてたりとかね。チャラいわよね。不安定だしね。でも芸人さんはどうですか、やっぱチャラいとかあるんですか？今はそんなことないのかもしれないけど、でもやっぱ遊びたくて売れたいみたいな人もまだ多分いるから、やっぱ売れちゃうと変わっちゃう人とかもいるかもしれない。なるほどね。売れちゃうと変わっちゃう人いるの？誰？誰じゃないよ。誰じゃないよ。誰じゃないよ。その今はこの時期だからご時世だから、うん、一緒に売れた人は多分そんなことないんだと思うんですけど、うん、やっぱ先輩とかからね、うん、聞いてたから、うん、なるほどね。アンリさんはどういう人が好きとかあるんですか？私はやっぱ男らしい人が好き。あー、やっぱり太ってるとかでもいいから、はい、とにかくなんか分厚い人が好き。あ、でもそれだったらケンコバさんとかも結構がっしりしてて、男って感じですよね。そうだ、あ、そういう人がケンコバさんもすごく強そうで器用な感じだけども、はいはい、こう家帰ってきてちょっと弱み見せてくれるみたいなのに憧れる。あ、そう、私にだけ頼ってくれてるみたいな感じ。確かに分かります ね。田辺さんはありますか？そうね、私はどうでしょうね。私はね、別に、イケメンが、ね、好きだけどね。タラさんイケメンが好きだよね。あ、そうそうそう、ジャニーズかな。なんでこっちが助け船出すの？ジャニーズが好き。ジャニーズ好きだもんね。あのキスマイフット2とか好きかな。キスマイフット2さんも好きだね。うん、でももっとさ、ほら有名な好きなのあるよね。カトゥーン。カトゥーンが好きなの。これ知らない人いないと思うよ、あんまり田辺さん知ってて。カトゥーン、カトゥーン。やめて。怖い。ライブそうやって応援してんのかな。カトゥーン、カトゥーン、カトゥーン、カトゥーン。追い出される会場から。なぎさこ。はい、ありがとうございます。
ございます。なんかね、あのスタンバイしてる時から、はい、バーベーって聞こえてたからでも多分私の中ではオープニングトークされてて、はい、そこでなんかまたモノマネやってくれてるのかなって思って入ったらその格好してたんであれこれおかしいと思って。渋谷さんどうですか。いやでも本当になんかぼる塾さんとこうお話ししてる感じがありました。でしょ。シュー太郎さんはいかがでしたか。あ、もう降りていいんですかね。なんかそのままで。いやよかった。いやよかったよ。よかった。ええやんええやん。いやマジで、あの俺行くで、あのこの感じでパッケージで、あの別の番組。確かに。そのあの田辺さんとこのあの春ちゃんが仕事で、はい、アンリしか行けないっていう時に、はい、ハリボテと俺行ったんですよ。確かに。いや多分これで再度売れますよ。ね、うんうん、ね、こんな新しいグループないもん。ということで5月31日深夜渚とザコシ。ええやええやん、見るしかねえな。